はい、皆さんこんにちは。今は道の駅大田にいます。はい、というわけで本日はNHK 出版平田王里座共に生きるための演劇について紹介したいと思います。本を紹介っていうのは本を読むと動画作れないんで積み本減らすのか動画を作るのかってことになっちゃうんだよね。そうしたらさ、一挙に片付くには本を読んでそれを動画にするというのが一番効率的っていうか時間がないんでね、それしかないのよ。というわけでちょっとね、本を紹介していきたいなということでそんなわけでね、平田王里座さんの演劇の本なんだけど、まあそうね、演劇とか言うけど、そんなね、演劇論とかそういうことをなんか難しく言ってる本ではなく、その最近教育に演劇を取り入れられてるんだけど、そのまあ教育を取り入れることの意味とか、そのなんか価値みたいな、そんなところを紹介してるっていうかね、分かりやすくしてるのがこの本です。まあ、まずね、演劇をやってるっていうと、日本ではね、趣味だとか遊びだみたいな感覚になりがちなんだけど、もう最近ではね、外国では演劇という演じるということ、演技ということはもうね、一つのこの教養として認められているということが紹介されてますね。まあ、ここがちょっとね、日本と海外の違いであったりするし、ちょっとね、演技とか演劇に関してちょっとね、そういう遊びとかなんかね、低く見る感じが、まあまだまだ日本にもあるかなっていうところで、まあ平田王里座さんはそこら辺のことをこう、説明してるわけですね。で、まず演劇は演じる、演じ分けるということはどこから出たのかというところの仮説として、平田王里座さんはもう、人がコミュニケーションを持った時点でそこは演技があるんではないかということを言ってますね。で、さらに人はこう、あれじゃないですか、コミュニティの生き物で、そう、コミュニティいくつも この集団に属するわけですよね。例えば家族とか仕事場とか学校とか趣味の仲間とか友達とかで、で、そこではそれぞれのさ、キャラクターがあるじゃないですか。なんか演じ分けてるとか、そのなんかそれは素の自分じゃないとか、そういうんではなく、自然とそうなっちゃうもんじゃないですか。仕事仲間では仕事仲間の中のキャラクターを演じ、さらに学生時代のお友達に会えばね、その学生時代の何だろう、自分のキャラクターに戻ったりとか、でましてはね、家族で子供とかいると、そういう赤ちゃん言葉とか使ったりするかもしれないけれど、そういうのも一つのキャラでありね、仕事場では厳しい何だろう、上司だと顔をしなきゃいけないのに、そこではね、赤ちゃん言葉や学生友達とかに言う言葉で喋らないじゃないですか。そういうところでね、人はもう演技というものをね、自然と行っているということを言ってますよね。で、まずね、演劇の基本ですが、まあ、これはね、対話が基本ということで、会話は普通のおしゃべりだったり、あとね、この討論とか議論とか、なんかちょっと違ったニュアンスのこの、話とかにもあるじゃないですか。で、対話というものがメインであり、で、この対話力を磨くのもこの演劇だということを書いてますね。まあ、だからこそ、教育として認められつつあるのもそうだし、特に日本人はね、そこの対話力については弱いということも書かれてますよね。あと日本語自体の問題として、どうしてもこの相手と自分の落差が生まれる言葉になっている。必ず敬語を使ったり、敬ったり、ちょっと相手のことを下に見るような感じの言葉になったり、どうしても上下関係が出てしまうというのがね、これは日本語の特徴であったりするっていうのも書いてありますよね。そうなんです、上下関係がありで、さらに、まあ、外国語はそれがないじゃないですか。で、あと平田王里座さん的に演技が生まれたのは古代ギリシャではないかということで、そう、ギリシャではないかということで、そこはね、民主的な人々が、この対話する文化、で、そこでね、いろいろな価値観をすり合わせるためには対話というものが必要である。だから外国はいろんな価値観の人たちが、出会う場所なので、基本的に会話はね、こう事細かく情報を伝えることが主になっている。
だから対話力も上がるわけですよね。全然違う国の人とか、うん、違う価値観の人たちと情報をやり取りするわけだから、対話力というのが重要になってくるわけで、そうで、それに対して日本は割とこの同じ考え方、忖度の文化というのかな、うん、忖度の文化なので、どうしても価値観が共有されているので、あまり多くの言葉を伝えずとも伝わってしまうニュアンスがあるじゃないですか。で、ニュアンスで意味が伝わってしまうというこの文化がまた特殊であり、だからここでね、シェイクスピアの演劇とか、これを直接そのまま日本語に訳すと、もう回りくどいというか、くどいぐらいに言葉で説明しているという感じがするじゃないですか。そういうのが、まあ、でそれがね、ちょっと日本には受け入れづらいという、うん、そのね、シェイクスピアの伝えようとしていることもあったんだけど、でさらにね、それが日本人的な感じにすると違いますよということで、ちょっとね、そのシェイクスピア その回りくどい言い方を平田織座さん的にその日本語的なニュアンスに伝わるような感じに変えたものを紹介してあったりとか、であと対話というものは何もね、 A か B かの質問があったときに必ず A である B であるということを決める必要はないというか、いうね、対話をすることによって落としどころを決めていく、うん、そうだからまあ A か B かなんだけど、まあ、A と B ともに手に入れることはできないのか、もしくはもうちょっと待って A と B 諦めてもいいんじゃないかとか、他にも何か違った選択じゃないのかとか、そういうのを決めるのも対話である、それも演劇であるというね。まあ確かに演劇においてそのなんだろう、生きるか死ぬかの質問があったときに、もう一つのなんか違う答えを求めたりとか落とし込んでいくところもまた演技だったりするじゃないですか。そうだからね、もう死んじゃうんだなんて寿命の短い人でも、何らか何かね、人助けをすることによって自分は生きた証があるんだみたいな感じで満足して死んでいくとか、そんな感じもあるじゃないですか。選択があった場合 A か B かだけではない、もう一つの答えを求めるのも演劇というね、学校の授業で取り入れてるその平田織座さん的なその演劇メソッドというのも紹介してあって、でこれがね、その生徒たちグループになって班に分かれて、でそれぞれ転校生が来るっていう設定なんだけど、その転校生のまあ簡単なフォーマットはできてるんだけど、その中の会話を自分たちで決めていくって形で、だからこれでどうなるかというと、案外ね、リーダーシップを発揮している優等生なところのものはものすごく普通でつまらないというただその代わりちょっとね、喋らない子とかなんか独特な、なんだろうな、雰囲気の子とかがいる方がなんか面白いものに仕上がる、そう発言なんかね、言葉を話すことだから、人前で喋るのが苦手な子がいたら、うん、もうその子がね、外国人にしちゃおうとか、うん、外国人にすることによって喋らなくて済むみたいな、そういう設定にするとか、そういうアイデアを出したりするのがこの演劇メソッドであったり、だから案外ね、学校の先生とか逆にそういう引っ込み思案な子とか表現力の少ない子の方がちょっと阻害されてしまうんじゃないかっていう心配するらしいんですけど、案外このね、演劇メソッドをやることによってそういう子たちの新しい一面が見られたり、価値観というかその居場所みたいなものを見出したりするということが結構あるらしく、そういうことがなんかね、演劇メソッドの良さであり、そうそう、だから案外ね、その学校の中でのキャラではその引っ込み思案とか、そういった喋らないとか、そういうキャラを演じているのかもしれないですね。そこでまたその中で学校の中での演劇というものの集団になった時に、うん、その本当のというかね、もう一つ違った一面が見られたりするのも学校のメソッド、演劇メソッドではないのかということで、そういったね、演劇メソッドのやり方とかもその本には紹介してあります。というわけで、まああれですねいや、なかなかね、面白い本、サクッと読めるし、なかなかね、演劇とは何かみたいな、そんななんかすごいなんか難しい本ではなく、もっとね、簡単な感じで演劇って何かなとか、演じるとか何かなとか、会話とは何かな、対話とは何かなみたいな、まあね、同じその仕事仲間では学校の中にいる仲間も、
違ったところになれば違った面が見えるんではないかとかね、そういったところに考えさせられるいい本でした。というわけで、うまい具合に伝えられたかな、この本の魅力。バイクに乗りながらだからさ、マジで難しいっつうか、ちょっともう、ざっくりこんな感じだったなってことで。では皆さんね、この平田織田さんの演劇の本、どうか、まあね、本屋さんにあったら手に取って見てみたらいかがでしょうか。では皆さん、お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。